はい、皆さんこんにちは。今日は新潟県五泉市村松っていうところに来ております。今ちょうど午後3時です。ちょうどおやつの時間ですけども、まあ冬が近づいてくるということで、空暗いですね。空がまあ冬ですので低くなってちょっと暗くなってきてるって感じがいたします。寒いですね。そして3時おやつの時間、冬になるとどうしても甘いものが食べたくなりますんで、ネットで調べてたらなんか甘いお店があるということで済んだんで、今日はここ新潟県五泉市村松まで来てみました。多分ここシャッター商店街ですけども、商店街だと思います。ちょっと歩いてみたんでしょう。結構車は通りますけども、人は通ってないって感じですね。ああ、久しぶりに山じゃなくてよかったって感じです。しかし車の騒音がうるさいって感じがしますけども、どうなんだろう、音入ってんのかな、車の。でところでどこなんだ、もうちょっと行ってみようか。いやそれにしても寒いわ。コート着てくればよかったかな、寒い。でもね、行くとこどこにあるんだろう、本当にあるのかな。やってなかったにして、あ、ここだ。そうここやってるかな。あ、やってそうですね。今日来たのはここ、クレープの花ちゃんです。インターネットで見て調べてきました。テレビでもちょこっとやってたことがありますんで見てきましたけども、あのおすすめの、あ、なんかティラミスが入ったの、なんかい、はい、一番ってやつを作ってどこだっけ、顔汚ないんで。はい、クレープの花ちゃんでティラミス、クレープです。ではいただきます。いただきます。ティラミスと生クリーム美味しいです。産地の前とかって書いて、あ、美味しいですね。普通フルーツと生クリーム食べると酸っぱさが目立つんだけども、いちごも甘いんで。あ、動画撮ってんですか。じゃカメラ持ってましょう。美味しいです。じゃどうもごちそうさまでした。はい。はい、今日は新潟県五泉市村松にある、クレープ花ちゃん、米粉クリーム、米粉で作ってるクレープだそうです。美味しかったです。中で、エスプレッソもごちそうになりました。悪かったですね。ということでまた戻りましょう。いや美味しいわ。あ、これカメラ持ってると食べれないよ。もうダメだ、車の中に戻るまでお預けだ。いや車の通りがあるから音声取れてるんだか取れてないんだか分かりませんけども、それだけは失敗ですね。いやでもあの花ちゃん、お店の人もなんか前 YouTube やってたみたいで親切でしたんで、はい、よかったです。分かりましょう。ここもシャッター商店街なんかな、すごいねここね。まあ車通って飛び石があるからね、
仕方ないといえば仕方ないですけども、あったかそう、コート着てくればよかった。寒いわやっぱり。俺車どこ止めたっけな。